みちょぱと若月千夏テレビマンが口を揃える。23年も両者が最強女性タレント。声の音量も完璧。夜の研究会。鉄壁にトップのわけ2023年1月から11月のテレビ番組。出演者データをもとにした、2023タレント。関東、関西。番組出演本数ランキングが日本モニター株式会社より発表され、 お笑いコンビ、キリンの川島明十四が初の年間王者に輝いた。川島は、ラビット。TBSK をはじめ、数々のレギュラー番組に出演。調査期間の番組出演数は五百八十六本となった。二位には、ポカポカ富士テレビ系の MC を務める原一沢部優、十七三位には、ノンストップ。 フジテレビ系の MC を務めるバナナマン、設楽治む、50がランクインした。関東のランキング20位までに女性タレントは入っていませんが、関西のランキングでは、みちょぱさん25が335番組出演で16位にランクインしているんです。女性タレントトップは、みちょぱさんということですよね。多くの情報番組、バラエティ番組があり、 川島さんのような人気 MC の存在は目立ちますが、それを支える女性タレントは今や日強時代と言われています。その一角を担っているのがみちょぱさんなんです。民放キー局ディレクターみちょぱは、突然ですが占ってもいいですか富士テレビ系有吉クイズテレビ朝日系にレギュラー出演しているほかサンデージャポン TBS 系ロンドンハーツテレビ朝日系、 にもよくゲストとして出演している。2020年4月のアメトーク。テレビ朝日系では、みちょぱすごいぞ芸人が放送されるなど、彼女のトーク力や対応力は多くの芸人も評価していて、今やテレビで見ない日はないほど。もちろん、可愛くて綺麗で番組に花を添えてくれる存在でもありますが、 みちょぱさんはコメントするタイミングも絶妙ですし、その内容も番組に沿ったもので、本当にありがたいタレントなんです。加えて、声量も場面に応じて強かったり、優しかったり、その時に適したもので、非常にハイレベル。完璧な女性タレントですね。番組を良いものにしたい、クオリティを高めたいというディレクターもうまい、とうなるほどで。 だからこそ仕事がなくならないし、今後も重宝されていくはずです。2022年の10月にタレントの大倉士門さん、30と結婚しましたが、その影響は良い意味でなく、盤弱ですね。そして二強のもう一角を担うのが、ベテランの域に達しつつある若月千夏さん、39です。前室の民放キー局ディレクター。 若月は2012年1月に一般男性と結婚し、同年6月に第一子を出産。2015年12月のンマのまんま関西テレビで4年ぶりのテレビ出演を果たし、2017年4月に第二子を出産。以降はテレビ出演が減っていた。しかし、現在は上田と女が吠える夜日本テレビ系ラビット。 TBS 系トークイーンズ、フジテレビ系などのレギュラー番組を抱えているほか、今夜は謎トレ、フジテレビ系チコちゃんに叱られる。NHK 総合など多くの情報番組、バラエティ番組にゲストとしても出演している。一時期休んで、テレビから完全に消えていたのに、ここに来て、またしても女性タレントでトップクラスの活躍を見せていますよね。 若月さんもコメントの的確さ、タイミングは完璧で、さらに回しもできる。ただ、彼女はみちょぱさん以上に戦略的に番組に臨んでいると言われています。若月さんは記憶力の天才で、所属事務所のスタッフの名前は、入社したての社員も覚えていると言いますし、些細な変化にも気づくと言いますよ。新人社員に噛みせつったよね。 などと語りかけることもあるといい、その記憶力、洞察力は凄まじいと。加えて圧倒的な努力の人でもある。かつては生放送や収録が終わってからカバ、チャン54らと集まって、自分たちが出ている番組を見ながらここがダメだった、ここが良かったと反省会をし、 さらに出たい番組を流しながらこういうコメントが求められるのではワイプではここに注意などなど研究会をやなやな行なっていたと言いますからね若月さんは今でも自分が出られる可能性がある情報番組特にバラエティは全番組チェックしていてどうやったら出られるか呼ばれたらどうやって立ち回るかを想定し実際に出演したらしっかりと爪痕を残す 天才であり努力家の若月さんがそこまで貪欲だったら、それは番組に呼ばれますよね。女性タレントに求められるのはビジュアルで、ただ座っていればいいと思われがちですが、みちょぱさんと若月さんは決してそれだけではない。プロフェッショナルがあるんです。だからこそ二人に仕事が集中するんでしょうね。前室の民放キー局ディレクター。 みちょぱと若月のバラエティー無双は今後も続いていきそうだ。みちょぱは8月5日放送の土曜ブレイク直撃記者ハッシュタグお話文かせてもらっていいですか ?TBSK に出演。報道番組で初めての MC を務めるなど活躍の幅を広げている。